時はひどい目にあったな。舞台のデザインあった、これだよな、京也さんが取ってこいって言ったの。よし、早く戻って作業の続き。ん？大事な台本と資料が入ってる棚が開きっぱなしになってる。おかしいな、鍵がうまく回らない。錆びて壊れちゃったのかもしれないし、後で創生さんに報告しなきゃだな。あ、疲れた、もうダメ、限界。いい時間だし、今日はそろそろ上がりにしようか。そうだな、みんな夜遅くまでお疲れ様。おかげで予定より早く作業が進んでるよ。やっぱ大道具とかできてくると一気にワクワク感が増すっていうか、なんかすっげー楽しいっす、文化祭みたいで。うちは衣装も背景もスタッフ総出で作ってるからね。確かに文化祭の雰囲気を思い出すな。で、今夜もやるのか？当然だろ、こんなにうまくいく日はなかなかない。今回は誰が作るんだよ？そういえば君にはまだ話してなかったね。大事な日や楽しい日、うまくいった日はみんなでオムライスを作って食べるのがこの劇団の掟なんだよ。俺たちは勝負オムライスって呼んでる。